ファンセバスティアンベロンは、アルゼンチンブエノスアイレス州、ラプラタ出身のサッカー選手。アルゼンチン代表であった。通称は、セバス、セバ、愛称は、ブルヒータ。エストディアンテスでのベロン1975年3月9日、アルゼンチンブエノスアイレス州のラプラタに生まれた。1993年、地元のクラブであり、かつてチ,チラモンも在籍した。 エストゥディアンテスでラプラタでプロサッカー選手としてのキャリアを始めた。プロ1年目の1993から94シーズンはわずか7試合の出場に止まったがプリメーラビーナショナルに降格して迎えた1994から95シーズンはチームのレギュラーとなり主力として活躍した。1996年同じブエノスアイレスに 本拠地を構える名門ボカジュニアーズに移籍し、ここでも優れた活躍を見せた。ボカには、ディエゴ・マラドーナや、キリゴンサレス、クラウディオ・カニーヒアなどの名選手が在籍していた。1996年6月20日のポーランド戦で、アルゼンチン代表デビューを飾った。同年には、アトランタオリンピックに参加し、銀メダルを獲得した。彼の活躍は、 欧州でも知られるところとなり、イタリアセリエ A の UC サンプドリアへ移籍。ボカジュニアアズで出場したのはわずか17試合のみで、あった。1998年のフランスワールドカップでは、アルゼンチンの中心選手としてプレーし、前5試合にフル出場してベスト8進出に貢献した。ワールドカップ後、パルマ AC へ移籍した。 当時のパルマは1990年代後半より積極的な戦力補強を進め、イタリアの新勢力としての地位を固めつつあった。また、ベロインと同じアルゼンチン代表選手であり、同じクラブを渡り歩くことになるエルナン・クレスポが在籍していた。クレスポとは講師に渡る親友として知られている。1998から99シーズンにはチームの中心として、 コッパイタリアと UEFA カップの2冠を達成に貢献した。1999年夏には SS ラツオに移籍した。前年度の UEFA カップウィナーズカップ王者として UEFA スーパーカップに出場しタイトルを獲得した。1999から2000シーズンは大きな活躍を見せセリエートコッパイタリア。 スーペルコッパイタリアーナの三冠を飾った。2000年夏には、パルマ時代の同僚であるクレスポが加入した。この時期には、イタリア市民権を得るために偽造パスポートを使用したという疑惑が浮上したが、サッカー連盟は無実を認定した。2001年7月、イングランドのマンチェスターユナイテッド FC へ移籍。移籍金は、 イングランド史上最高の2810万ポンドであったと言われる。移籍当初は怪我や異国でのプレースタイルの違いもあったのか、これまでのような活躍ができなかった。2002年に一ワールドカップにアルゼンチン代表のキャプテンとして臨んだが、グループリーグ敗退に終わり、批判を浴びた。2002から03シーズン、プレミアリーグで優勝したが、 本来の実力は発揮できなかった。インテルに加入したベロイ2003年夏にチェルシー FC へ移籍した。チェルシーはこの年、ロシア人の大資産家ロマンアブラモビッチがオーナーに就任し、金に物を言わせた、補強政策を取っていた。クレスポもチェルシーに引き抜かれ、三度目のチームメイトとなった。このシーズンも怪我に悩まされた。2004年3月、 ペレが選ぶ FIFA100 フフに選出された。2004年夏にイタリアセリエ A のインテルへ、レンタル移籍した。クレスポは、AC ミランへ移籍し、ベロンのライバルとなった。ボカジュニアーズや CA リーベルプレートなどの、ビッグクラブからのオファーもあったが、2006年6月、プロサッカー選手としてのキャリアをスタートした、エストゥディアンテスでラプラタに復帰した。12月、優勝決定戦で、 ボカジュニアーズを破り、23年ぶりに国内リーグ優勝を果たした。2007年、ベネズエラで行われたコパアメリカで代表復帰し、サンボランチの一角として準優勝に貢献した。代表に復帰してしばらくは、ボールを持つたびにブーイングが浴びせられた。2008年のコパスダメリカアナでは、決勝で SC インテルナショナルに敗れたが、準優勝を果たした。 2008年12月31日、フワン・ロマン・リケルメやサルバドール・カバニャスラを抑えて、南米年間最優秀選手賞を獲得した。2009年のコパリ・ベルタ・ドーレス決勝は、グループリーグでも対戦した、クルゼーロ・ EC が相手だった。ホームでの第一戦を0から0で引き分け、優勝は難しいと思われたが、 第2戦で0から1の劣勢から2から1と逆転し、自身初の優勝を果たした。クラブ史上39年ぶり4度目の優勝に導いたが、株組織のために使ってほしいと40%減法を受け入れ、契約延長に合意した。FIFA クラブワールドカップ2009では、決勝で欧州代表の FC バルセロナに敗れて、準優勝だったが、 この年には2年連続の南米年間最優秀選手賞に輝いた。大会後には世界中のクラブから獲得オファーの打診を受け、中でもインテル時代の恩師ロベルト・マンチーニが率いるマンチェスター・シティ FC からは1年契約で700万ポンドという破格のオファーを受けたが、ベロン本人はこの話を誇示し、エストゥディアンテスへの愛情を示した。 2011年10月7日に引退宣言をしたが、チームメイトからの遺留を受け引退を半年遅らせることを決断した。2012年4月にプロのキャリアから引退し、クラブのスポーツディレクターに就任した。同年6月29日、アルゼンチン6部のアマチュアクラブ、アソシアシオンコロネルブランド戦に加入し、2012年シーズンのクラブの優勝に貢献した。 2013年からエストゥディアンテスに復帰し、2017年5月26日に2度目の現役引退を表明した。2017年10月、エストゥディアンテスの会長に就任した。セバスティアンの父フアン・ラモンベロンは、左ウィングとして活躍したアルゼンチン代表の名選手であった。ラモンもテクニックに優れる選手であり、ファンからはブルッハの愛称で親しまれていた。 その才能を確実に受け継いだ息子もそれにちなみ、ブルヒータと呼ばれる。また、アルゼンチンで、ファンが彼に対して送る、応援歌も父のそれと、同じく、魔法使いの魔法を期待するものである。スキンヘッドがトレードマーク。幼少時はすさんだ時期もあったが、サッカー選手として、成功を収めてからは故郷に学校を設立するなどの、慈愛に溢れた側面も見せる。 チェゲバラを敬愛し、右肩に、チェのタトゥーを入れている。インクルーズ1999年の UEFA、スーパーカップ &2010 年のレコパスダメリカーナコパ、リベルタドーレスのトロフィーを掲げるベロン。ありがとうございます。